ピンピンコロリチャンネル。はい、今日もピンピンコロリチャンネル、見ていただきありがとうございます。今日のテーマは表情。まあこの顔でね、表情のことをうんちく語るのもね、なんかこう説得力ないなと思うんですが、まあピンピンコロリのこの道をね、目指すためにはですね、どうせ同じ人生、生きていくんだったら、やっぱりいい表情で、ね、暮らしていけたらいいかなと思って、います。まあ、そのためにね、僕自身ちょっと気をつけていること、いくつかあるので、これをね今日お伝えしていきたいと思います。それではピンピンコロリって表情、始まります。表情をね、やっぱりこう注意していくにあたって、やっぱり気をつけなきゃいけないのは猫背、下向きの姿勢ね。やっぱちょっとこう下向きになってしまうと、やっぱりこうね、お顔もこう下にこう垂れます。で、この下に垂れるね、お顔が垂れる、これね、この辺の筋肉は皮筋って言って、皮膚の筋肉って書いて皮筋って読むのかな、皮膚筋って読む場合もあるみたいだけど、まあ、とにかくこの辺の筋肉はこういうところの筋肉と違って非常に薄くて弱い。この辺は僕鍛えればね、こうガッとこう強くなるんですね。分厚い筋肉ができるんですけど、やっぱりここはね薄くて弱いんですね。だからどうしてもね、重力、下向きでこうやって言うと重力の影響をねこう受けて下にこう垂れやすいんですね。だからいつもね猫背でね、こう下向いてあーなんてやってると、下にこう下がって、これが何の原因になるかというと、マリオネットラインって言うんでしたっけ、ここにこうやるやつ、あれの原因になるって昔整形外科のお医者さんから教えてもらったことがあります、ね、だからまあ僕はもういろんなところで言い続けていることなんですけど、猫背ほど損するものはない、ね、猫背で得することは一つもないって言ってるけど、これはやっぱり表情にもやっぱ当てはまる。それで表情を良くしていくときに丹田、これもね結構ポイントになってくるんですね。丹田は3つあります。3つあります、下から行きます、おへそのちょっと下の、まあ、ここは有名ですよね、丹田で、一番下にあるから下丹田って言います。下丹田、それから真ん中2番目がこの胸のちょうど真ん中辺にある、ね、真ん中だから中、漢字の中っていう字を書いて中丹田、そして、一番上がここです、眉間の、ここ表面じゃなくてね、実はねこれ眉間の奥なんです、奥。だからこの辺のこの辺、ちょうど脳みそのなんか真ん中辺ぐらいなのかな、なんかね、そこに上丹田、上の丹田ね、下丹田、中丹田、上丹田があります。それでこの3つの丹田が、どんな関係を持っているのかっていうのね、説明するときに、人間の体っていうのは植物と同じなんです。植物、ね、こう枝葉があって木の幹があってこう根っこがあってる。それで下丹田、ここね、下丹田、おへその下は木の根っこなんです。グッと引き締まってなきゃいけないんです。だから丹田、ね、下丹田はグッとこう緊張しなきゃいけない。この状態を骨盤が締まっているって言います。それで今度中丹田、中丹田は根っこがあって木の幹があるでしょ、木の幹に相当するんです。ここは木が生えてたら、こう例えばなんか風が吹いたりとかしたらこう揺れるじゃないですか。台風なんか来たらガーってこう木も揺れるじゃないですか。その時に根っこがガッとこう踏ん張ってあげて、この木の幹がこう適度にグーッてこうしなって、グーッとしなって風を逃がす、ね、このしなりがなかったらポキッと折れちゃうでしょ、木は。だから中丹田っていうのはこの、ね、木の幹の役割でしなる役割です。だからある程度ここはね張りがないとダメなんです。だから胸は張りましょうって言うじゃないですか、こう胸を張りましょうってね。それで今度は植物、枝葉でしょ、枝葉は
もう風が吹いてこう揺れる、ね、こうリラックスしなきゃいけないんです。なので眉間をリラックスの反対、緊張させちゃうとどういう表情になるかというとこうなっちゃうんです。こうなんかこうしたくなりますよ ね。こういう感じになっちゃうんです。根っこ締めて幹張りがあっていい表情、眉間の奥に、ね、ここ眉間の奥に意識を持っていきます。ちょっとこうなんか脳みその中を見るようなイメージ、こんな感じ。あのモデルが悪くてすいません、顔はこんな感じで、これもちょっとどうしようもないんで、あのこう眉間の奥に、眉間の表面に意識持っていくとこうなんです。それでこの上丹田を意識して良い表情を作っていくときにですね、ちょっと僕がやってることがもう一つありまして、それはこの眉毛、ここにあるこう眉毛、これをね見る感じ、視野が眉毛をねこう見る感じね、実際眉毛は見えないですけど、こう眉毛を見るような感じでこう意識するとこう視野が広がるんですよ。視野が広がるでね、これね、あの憲法ね、憲法、あの憲法ね、憲法をやる方ね、八方目っていうものの見方があります。要はこう相手とこう戦う時にこっちにも敵がねこういてこう襲ってきてもこうパンとこうなんかこう構えるみたいな、だからこう視野をこう広げる、その時の見方がこの眉毛を見るような感じで見るんです。そうするとね、それがね、あの八方目でこう周りを見てるでしょ、こうね視野が広がるので、この受けいろんなことを受け入れるこの表情っていうかね、気持ちにこうグッと上がるんですよ。受け入れの気持ち、それがこうお顔に出るんです。これが眉毛を見る感じでこう作りやすくなる。僕はそれちょっとなんかたまに意識してます。で今度集中、物事を決める決断する時はもうこれはもう定番で、眉間の奥に意識持っていく、こうやってもなんか決める、なんかこうちょっと真剣な眼差しみたいな、真剣な眼差しなんだけど、まあこうね良い表情があるみたいな、ね、そういう感じなのかな。まあちょっとこうこの顔でねちょっと説明すること自体ちょっと今日はあの企画に無理があると思うんだけど、あの ここ横のところにね、あの 3D の女性のイラストのあの見本をちょっと載せておきますんで、そっちの方を参考しておいてください。 これはあんまり参考しない方がいいですよ。でやっぱりね、いい例を出したらやっぱり悪い例も出しておきたいと思います。それはやっぱりね、あの無表情な表情とかね、怒ったような表情ですね。無表情な表情は上丹田に意識がいってなくて、口がポカンと開いた表情。口ね、特にね、口はね閉じなきゃなんです。口は閉じなきゃな、あの口閉じろ、ポカーンと開いてると良くない。なんでかって言ったらね、人間はねあちこちに穴があるでしょ、耳の穴とか鼻の穴とか口とかね、まあ下の方にも穴がありますよね。これはね全部閉じなきゃいけないです。閉じる、穴は閉じなきゃいけない。おいおいおい、ちょっと鼻は開いてるじゃんって思うかもしれないけど、鼻も閉じてます。あの湿度 100% でこの中加湿されて、で免疫の何かがなんかリングみたいなのがあって、そこを異物が通ろうとするとそのリングがなんかこう全部こう塞いでくれるらしいんですね。でこれもあの東大の、お医者さんからちょっと教えてもらったことなんですけど、異物がこうお鼻を入ろうとしてこのリングでこうカットする、バリケードをするんだけど、たまにこうすり抜けるやつがいるらしいんですよ。こうすり抜けてこう入っていくらしいんですよ。そうするとあの、まあ、体にとって良くないことも起こるかもしれないけど、ここにねなんかセンサーがあって、こう通り すり抜けたってあのすり抜けたって察知したら、この肺の方にこう指令を先にピュッと送って、ここでなんかこう物をあの通過、悪いものをちょっと通過させちゃったごめんとか言ってね、そっちで何とか頼むわっていう指令を送るらしいんです。でこっちの方で指令を受け取ったら、よっしゃ分かった、こっちで、待ち構えとくわみたいな感じでこうヒューってきた、ここからなんかバコンとなんか やっつけるみたいなね、そういうものもなんかあるそうで、閉じなきゃいけない、閉じてる
ちょっと話が脱線しましたけど、とにかく口は閉じましょう。もうそれが表情の、ポイントにもなります。次に、今度眉間の表面にね、この意識を持っていきすぎ、しかめ面、これも良くないですよね。喧嘩売ってんのかみたいな、そんな感じになっちゃいますし、眉間にシワを寄せてしまうと、表情もきつくなるし、あとはお顔が前に出ます。ちょっとわずか1センチぐらいかな、こう前に出ちゃうんですね。そうすると頭って重たいから、重たいものが、極端にやると重たいものが前に移動するとテコの原理が絡むんで、体幹からの軸から頭の軸、こう距離が生まれますよね。ちょっといつものちょっと、孫の手でちょっと説明しますと、体幹の軸から、頭の軸がこうちょっとね、こう距離が生まれます。これ距離が、ね、そうするとテコの原理で、重さかける距離で負担がどん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 増えてって、肩こりとかの原因になっちゃいますし、何よりもかっこ悪いですよね、こうなってると、だからそういったところも今日気をつけてね、いきたいと思います。じゃあちょっと最後にまとめになります。良い表情を作るためには猫背は絶対に厳禁ダメ、ね、下向いているとお顔が下がってマリオネットラインとかね、たるみの原因になります。たるみの原因になります。それから下向いてるとね、お顔だけじゃなくてここも下がりますよ。ここも、ね、ここ喉仏、この喉仏は体の中で唯一他の骨と接してない骨なので、この喉仏の骨も下に下がりやすいです。だからここほら年齢が出るところって言うじゃないですか、ここがたるんでね。だからこう下向きの姿勢はダメです。下がって下がってこんな感じになっちゃいますから。次が丹田、下丹田は木の根っこ、中丹田は木の幹、張りがある、ね、台風が来てもこう幹がこう揺れて、幹がこうたわんでこう逃がしてくれる、張りがある。で上丹田は眉間の奥、視野が広い、いろんなものを受け入れる、目が開く、ね、光の量も増えてくると思います。そんな感じで、表情、いい表情を作って、意識して、ピンピンコロリの道を進んでいけたらなと思います。動画最後まで視聴してくれてありがとうございました。この動画が役に立った、少し参考になったと思っていただいた方は高評価ボタンパチッと、それから、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあどうもありがとうございました。失礼します。